三浦玉城のプロフィール。吉本明光。水戸の進駐軍慰問演奏はアメリカ友の会の斡旋により1月26日と27日第82機械化大隊のために行われた。これが三浦さんの最後の慰問演奏であった。その時のプログラムは次の通りである。1歌劇ミニオンより君を知るや南の国。2ラストローズオブサンマー。3ミネトンカの湖畔。4オールドフォークスアットホーム。5歌劇ホフマン物語より人形の歌。6ラ・パロマ。7キンニャモニャ。8ナスとカボチャ。9歌劇お蝶夫人よりいある晴れた日。6ミサオに死ぬるわ。3月18日三浦さんのマネージャー井上元吉君が来訪して、21日の読書会のために三浦さんが上京したが、病気が重くなってもう一人では歩けない。16日に山中湖を出てきたが、雪の中を私がおぶって自動車に乗せ、お隣に住んでいる画家の木賀玲子さんに付き添ってもらって自動車で上京して、三浦さんの旧友守屋東さんが多摩川上野毛に経営している大東学園病院に入っているという話にびっくりしてしまった。三浦さんは終戦後、山中湖畔の平野から朝日が丘に引っ越したのであった。僕は三浦さんの欧米20年間のプリマドンナ生活の思い出話を聞くために朝日が丘に訪問する約束だったが、2月の例の新演引き換えで当時隣組長をしていた関係でどうしても訪問できず、3月21日のシューベルトの美しき水車小屋の乙女の読書会の時、詳しい打ち合わせをしようと思っていたのだった。それが歩けないほどの病人になろうとは。井上君は、三浦さんは三浦金之助博士に診察してもらったところ、その体で読書会をしたら死んでしまうと読書会を禁止されたが、一度読書会をしますと世間にお約束をした以上、約束は果たさなければいけない。音楽家として読書会をして死ぬのは本望ですと言って三浦博士の勧告を退けたということも話した。3月21日日比谷公会堂の楽屋を訪問してびっくりしちまった。三浦さんはこの世の人とは思えないくらい衰弱してしまった。そして舞台化粧が一層三浦さんを悲壮な顔にしてしまった。衣装は振袖を着ていた。楽屋には守屋東さんと大東学園病院の庄司博士がいた。三浦さんが山中湖畔で知り合った GHQ の軍隊付き牧師チャップマン大尉がいた。アメリカの新聞記者も日本の新聞記者もいた。寺脇沢子、菅美沙夫さんらお弟子さんも大勢いた。お弟子さんの中には熊本からわざわざ出てきた阿南忍さんもいた。帝国。三浦さんは
マネージャーの井上くんにおぶわれて、楽屋から舞台の袖まで行き、ここからお弟子さんの寺脇沢子さんに解放されてステージへ出た。そしてグランドピアノにもたれかかった。だがピアノが鳴り出すやシャキッとして、美しき水車小屋の乙女を歌い出した。1年前、零下26度の寒中の夜中、お母さんの看病をしながら薬師をし暗記をした三浦さんが手塩にかけて育てたシューベルトの名曲だ。しかし4ヶ月前、冬の旅を歌った時の面影はない。声は時々かすれ、フォルテがまるで聞かない。全20曲を歌い終わるやお話を始めた。私はもう一度良くなって読書会をしたい。歌劇お蝶夫人をやりたいと思いますが、これが最後のステージになるかもしれません。皆さんとのお別れになるかもしれません。三浦さんは泣いている。涙でお話は途切れる。日本はこれからもっと目を大きく見開いて、世界の平和、世界の文化のために尽くさねばなりません。上野の音楽学校で創立30年か40年かのお祝いをした時、音楽に功労のあったものを表彰するというので、当然私はご褒美をいただけるものと思いました。だのに表彰されたのは、音楽の先生を何十年やっていましたという、そんな人ばかりで、20年間日本の生んだプリマドンナとして欧米でオペラをやった私には、何にもご褒美をくださらない。日本人は国内だけで威張り、日本のことしか考えないで世界のことを忘れていたから、今度の戦争にも負けたのです。私はパティ、ガリクルチ、カルーゾ、ジリー、シャリアピン、パデレフスキー、アンナ・パラプロバ等世界一流の大芸術家と一緒のステージで歌った日本で最も幸福な女の一人ですが、これからの日本は、これからの音楽家は、もっと目を大きく見開いて、愛情と誠実と努力を込めて歌を歌わなくてはいけません。三浦さんは最後にホームスイートホームを歌った。32年前、思い出のアルバートホールでの初演、その時に聞いた19世紀の歌の女王アドリナ・パティの天下一品のホームスイートホームを思い出してか、これが今生最後の独唱と思ってか、歌の途中で歌声は涙に暮れてしまった。聴衆も泣いた。すすり泣きの中に歌は終わった。まことに悲痛極まりないホームスイートホームであった。そしてこれが三浦さんのステージでの絶唱になってしまった。三浦さんはこの日、庄司博士に注射を打ってもらって、
美しき水車小屋の乙女全20曲を2回歌った。